舞台を経験することができるでしょうか。こちらの中谷、2017年あの広い甲子園を舞台にしてホームラン20本を打ちました。センターへ弾き返す。しかしここに守っていました山本です。これでセカンドライナーになっています。ソフトバンクの方は2者残塁です。1回の攻防終わりました。0対0です。セリーグでプレーしてましたしね、はい、そうするとやっぱり打球方向とかね、そういうデータは、出てると思うんでね、外拾っていきました。センターの前に弾むか。ワンバウンドヒットになりました。中谷は2塁を伺いますが1塁でストップ。中谷も1本出ました。センターへのヒットになってます。高めに入る。